親、ね、知らず抜いたんですけどあのちょっと話させてほしい普通に親知らず抜き事情あっ親知らずさ抜き事情をさ話させてほしいんですけどそうごめんね唇見えないよね全然喋るけど。 ユリプロありがとう痛いの痛いよ上コロロンさんコロロンさんありがとうありがとうコロロンさん今日も 見に来ててくれてしかも頑張った頑張ったタワーぐらいですよねこれねありがとうたくさんおしゃべりするね今日 <laughs> 今日も絶対あのそんなあの何いろいろお話しさせてもらいたいと思いますありがとうありがとうジャスミンちゃんもありがとねえ あのねえっでもなんかなんて言うんだろうなんか早いかな喋るのあのー、言うと「こんばんは」と親知らず抜いた話をすると「4本抜く」って言ったじゃん。 4本抜くんですよって「ってやばいよね」みたいなこと言ってたんですよちょっと前にねショールームした時にでなんとまずちょっと言うと4本抜けなかったんですよ本当ごめんなさい <laughs> 皆さんに嘘をついたみたいな形になっちゃったんですけど4本抜けなくて「笹見沙莉さんありがとうありがとうねあってじゃン鷲見淳さん誕生日だって お誕生日おめでとう <laughs> これからもジャスミンチいっぱい飲んで私もジャスミンチいっぱい飲みます飲みたいと思いますお誕生日おめでとういつもありがとうえそうちょっとマスクでかくないまあいいや晴れてるからで,で抜けなかった理由としてはまあ普通に親知らず4本抜くっていうあのー、あれでは親知らず専門店に 行きましたそしたらえっと CT レントゲン撮ったんです,んですねそしたら、まあ、なんと本当に気持ち悪い歯形としてまして上が普通にこう生えちゃってたんですけど下が <laughs> ちょっともう見せたいぐらいなんだけどもうガチこうやって生えてたのもうよくあることだと思うんです親知らずってね下の歯がもうこうバハンみたいなもう根っこももう横にバハン生えてて。 もうう神経がこうあるんですい,いっぱいねここに神経あるじゃないですか神経 <laughs> もう神経ギリギリもう根っこがでちょっとこれあのー、切開して取らなきゃいけないのとあとやっぱり歯がその引っかからないので取った切開歯茎を切開した後にドリルで歯を砕いて こう粉々っていうか、まあ、にしてからすくう感じで取りますって言われちゃってで「あわ分かりました」みたいな「頑張ります」みたいな言ってたら「あの4本今日は抜かないとなんですけど」みたいな「入れますかね」みたいなことを言ったらいやあのー、4本ちょっと今日から入院できますかみたいな言われて「えっとさ入院ですかそんなものはできません」みたいな。 でも私お仕事的に一斉抜かなきゃお休み取れなくてみたいなことを言ってたら「今日から入院していただけるってなるとあの睡眠麻酔で4分抜くことも可能なんですけどあの食事が取れないのとあのちょっと麻酔をかけてしまうので心配なので入院できますか?」って言われて「ちょっと入院はできないです」みたいなの言ったらそしたら「あの」 右側の上と下だけ抜いてもらって1週間後抜死に糸ね抜死してその時に行けたら左も抜きましょうみたいな言われてそうなの、うん、分かりましたってなってだから今はこっちの2本だけ抜いてますこっちは正常に生えてるんですよまだだからこっちが今口の中に糸がありますね そう入院ちょっとできなくてその時お仕事休みじゃなかったからそう休みじゃないからちょっとあのなんかどこかに出る媒体で私顔腫れてるのあるかもしれないんだけどそう無理でさだからまだ日本あるんだけど結構下がさやっぱ切ってるから痛くて結構ね腫れるんですよ顔ね顔なんかちょっと腫れてるなんか メンバーとかに会っても「えあーまあでも確かにちょっと腫れてるかも」みたいな感じなんだけど結構今日が結構リンパとかまで腫れてそう本 <laughs> のに正念してるんだけど <laughs> そうリリーベさリリーベのリリーベ終わってすぐに左を抜きたい左抜くからとりあえず右の腫れだけあのリリーベまでに治ればって感じなんだけど。 そうピンパンも全部今腫れちゃって痛いですよでもねあれよそう腫れてるからさご飯とかもさずっとスープしか飲んでなくてあ,あの昨日あの抜いてから2日間ぐらいねスープだけずっと飲んでて本当にあにビザインゼリーみたいな風邪ひいた時に飲むビザインゼリーと。 スープお朝昼晩とかだったの本当にしんどくてそれがでも全然今ね油そばとか食べちゃってますけどでもやっぱね麺の方が食べやすい麺は全然ねいけるのなんか白米とかお肉とか食べる方がちょっとしんどくてうだけだから口開けなくてねいけるんですよねそうだからそばとか食べたりしてます そうでさあでね聞いてほしいんだけどなんか <laughs> なんか上の歯よりも下の歯を先に抜いたので、まあ、麻酔かけんじゃん私痛み強いんで麻酔とかあの基本何も思わないんですけどあんまり痛みをそうもう何も思わない嘘そだけど、まあ、ち,ょっとちょっとチクッとぐらいなんだけどもう歯の麻酔終わった後にさ切ってる感覚とかないの歯茎切られてる感覚とか。 麻酔しちゃってるからで麻酔今切ってますよみたいなで確かになんか血がすごいさこうやってかぶさられながらもさこっからさちょっと見えるさあの歯科助手さんとさ歯医者さんのさ指がもさ真っ赤だからさ「あ今切ってんだなー」みたいな思っててじゃあちょっとドリルで「歯、はあ、ちょっと砕きますね」みたいな「もう取れないから砕きますね」みたいな。なって砕いてもらってた時になんか。 歯がさ、飛ぶのよ、口の中にいっぱいそう飛ぶのそれは砕いてるからでこうガガガガガガ,ガ,ガ,ガいろんなとこにボボボボボって歯が飛んできてで <laughs> そしたらお医者さんがなんか「いやー全然砕けないな」みたいな「無理だめなのこれ」みたいな感じで聞こえてきて聞こえんのよいや,いや聞こえんの 全然ダメだみたいなちょっと大きいのないかなみたいなって大きいドリルみたいな持ってきて <laughs> 私さもう本当に泣きそう泣きそうで「えまだ口開けるの?」もう私これ以上口開かないしもう早く閉じたいのに全然開かなくて口がで大きいのないみたいなまずんか。 そしたらなんか新しいの持ってきて新しめの器具で私の歯をまたググ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 って見えるなんかこうんかタオルかかっててもさここここから見えんのよここから見えちゃってでおっきめのやつでもう一回入れてでもう一回歯がいろんな口の中に破片が飛んでだからもう砕きすぎていつ 下の歯抜けたのかあんまり覚えてないんだけど上の歯は割となんか知らない間に抜いて知らない間に私なんかさそうだ今糸がねすごいんだけどでも私ね私ね採血とかもそうなんだけどあの例えば。 こういうういいなんていうの麻酔とかドリル持ってくるところとか見たくて採血もずっと私自分のさ違う採血されてる歯とかも見たいからドリルとかもこうやって見たいのどんなもので私の親知らずを抜いてくださるんだろうみたいな思ってすごい見たい欲がすごいから結構あの歯医者さんからしたら嫌な嫌な患者さんですよね。 見たい,歯いるよ多分結構いるでしょ見たい派そうだから今回もあの <laughs> たくさん見てきました自分のそう自分の抜いた歯もいっぱい写真撮ってきたエントゲンの写真もめっちゃ撮ってきて 抜いた歯も砕かれてなんかもう歯の原型ないんだけどいっぱい歯そう見てきました結構グロいの苦手な人は嫌かも嫌な嫌な写真 <laughs> そうにーに見せたら気持ち悪くなっちゃったからなんかそのグロいよって 言わずに見せたからににに。そう気持ち悪くなっちゃってた。<laughs> そうなの。だからまああと二本も生えてるんで、そうですね。もう私は矯正するためにもともと歯を四本抜いてるプラス歯は今また二本抜いてまた来週二本抜くんで。 楽しみですね自分の歯がどんどん少なくなります生きているうちにそうでも上の歯とかは抜くときに「じゃあ引っ張れよ」って言われたときに楽しかった「こンこンありがとうありがとうそうなの でもね、楽しかったよ親知らずってこんな感じなんだと思ってだから親知らずさあ、まあ世の中の方めちゃめちゃさ今日だってて抜いいるる方とかいるじゃんえみんなどうやってその腫れてる期間を過ごしてるんだろうと思ってそれ媒体なんかそういうさ写真とかに残るお仕事だからなのかななんかすごくさ嫌なんだけど腫れてる期間。 ご飯全然食べれてないはずなのにさ日付を重ねるごとにさあのどんどん下が腫れている感覚下が腫れるからさなんかあれ食べてないのになんでこんな顔がむくんでるんだろうって思うとさ、まあ、う食べてるけどそうなんかそれ結構嫌な嫌な気持ちになる長いしかも結構今後そうあの 生配信とかあるしこれからさリリーベもあるしさサッカーもさあるのよ本当に頑張って私矢のりさんありがとう頑張っただってありがとうねケイトウさんもありがとうね生きがいなのうれしいねありがとねえそうだよだから私も本当にがんあの 頑張りますでもあと2本あるんでだから6月中さ6月中常にマスクし,しなきゃいけないかも6月全然顔無理出せないやだーもうメンバーとかはもうしょうがない会っちゃったからもう腫れてる顔で会っていうからそうみっちゃんとも会いましたしん リコちゃんミにスクランブルあいいなーいいないいなー痛み止め切れた時痛いよねずっとでも薬飲んでたからね今んとこ大丈夫ですでこだしかわいいそう最近もうずっと前髪ないよストーリーにも載せたけど前髪はもうずっとなくてそうもうなんかなくしてる ここにね、え、わかるここ伝わるここクリップ、フェアクリップでもう完全に止めてますもうなんか邪魔で、そう <laughs> 本当にめっちゃ邪魔で今でも痛いです今でも痛いから結構薬飲んでるよ残りも今月中に抜きたい 7月までマスクちょっときついから今月中に抜ける時があればいいんだけどリリーベッドサッカーのイベントにかぶらなければいいんだけどさ <laughs> しょうがないよね人生でそういう時あるよねだってもう抜かなきゃさ私ダメなんだもん こうちゃんの顔忘れちゃう大丈夫あの何かで出るから顔お話し会と生写真の撮影とか生写真とかね <laughs> そりゃそうなのよね嬉しい私服嬉しい ありがとうインスタ見,せ見て見せて <laughs> インスタ見てくれたのかなインスタグラムもちょこちょこ載せてますあのー、結構夏っぽい色の服を着れたらなと思ってそうなのよしやすありがとう ありがとねね引くととい,い、ねね、えでもまあまあ,、まあ、あと3日ぐらいかなあと3日ぐらいで引くんじゃないかなって勝手に思ってるんだけどだから引いてもらわないとちょっと困っちゃうから <laughs> 引いてほしいなって感じではあるけどしょうがないよね喋ったりするのは痛,痛くはないんだけどなんか首とか動かすと痛いのちょっと。 リンパが多分ちょっとね腫れてんだよね今 <laughs> めっちゃ腫れてるやしょうがない気にしないのこれら、ね、気にしないで全然やるんですマツパじゃないよビューラーで上げてるよマツパはねやめましたマツパもうずっとしてないやめてはないんだけどもうずっとしてないかも そうなの同じ帰りマスク <laughs> なんかかぶろっかなマスクそう長引かせたくないのもうできる時にしょうがないからあのー、よるしかないそう入院はでも避けたくて緑のノースリーブが真面目にあ本当にそうあの時なんかあの緑のノースリーブを 買ってからいつ着ようかなって思っててで緑のスリーブお話し会に着ようかなって思ってたんだけどなんかあの日ピクニック行こうってなってなんか緑だし天気良かったし絶対写真撮ったらいいだろうなと思ってもう着ちゃいましたそうそしたら結構好評で嬉しい <laughs> なんかめっちゃ好評で嬉しいインスタも。 X もみんなからめっちゃコメントくれる嬉しいわありがとう緑色のアクスタマジでかわいあれちょっと髪長いよねなんかくるだよねえお肉さんありがとうありがとう松葉かと思ったそうでもこちょっとビューラーなんですよ一応あれかなマスカラかなマスカラがいい感じにキープしてくれてるのかな あとちょっとまつ毛まつ毛美容液をずっとしてなかったんだけどまつ毛美容液をちょっとなんか再開してます1か月ぐらい1か月で効果あるのかちょっと分かんないんだけど再開してるんですよ地味にだからちょっとあれなんかなピクニックコーデ見たい本当に同じ服着ていいのモーメント見たよありがとう モメントも投稿してますモメンなんかみっちゃんなん,なんか寂しくて急に寂しくなっちゃってそう家で一人でいた時にねでなんか誰かいないかなと思って <laughs> 誰かいないかなと思ってみつきにみつき連絡取っ,たのかな取ってなかったけどみつきに「無理してるの?」みたいな。 言ったら夕方ぐらいに「何してんの?」みたいな「何もしないよ?」みたいになって「え寂しいんだけどさご飯行かない?」って「会わない?」嬉しい」みたいな「いいな <laughs> 会おうよ」みたいな「飛んでく」ってなってくれて「でどこどこに集合しよう」みたいななってしたら「油そばとかどうですか?」とか言ってくれて「<laughs> もちろん!」 ね、ちょうどそこにあるよってなって行きましたみっちゃんは卵かけご飯セットにしてたんだけど私はチキって普通に油そばだけ食べた私本当に笑顔見れてよかったね優しい初見ですこんばんはそうラーメン部じゃないのに 私が美月の次にラーメンいってるんじゃないかってぐらいラーメンいってるからそうで最近の油そばはお酢を異常にかけることにはまっててお酢がまあ大体23週ぐらいってやれてるんですよ油そばって私は、まあ、ラー油とお酢とりあえず23週ぐらいかけた後にマヨネーズをぶっちまけて にんにくをぶちまけた後にお酢でもうこう口に入れた瞬間蒸せるレベルのお酢を入れます私はほんとに酸っぱくてやばいくらいの超蒸せるぐらいお酢を入れて食べますっていうのが一番私は美味しいなって思ってきたマ <laughs> ヨネーズぶちまけすぎてるんだけどマヨネーズやばいんですよのっけてないよね多分。 私のただの写真フォルダにマヨネーズぶちまけてる動画があるだけで元の味えでもさ元の味をこうちゃんと残しつつかけるのでもみっちゃんが卵ご飯食べてるのめっちゃ美味しそうで頼むか迷っちゃったけどちきりました寂しくて好きな人に連絡してたえっ何事 ねえ何事かわいい好きな人連絡したのかわいいなんて連絡したんですか会いたいとかですか <laughs> 勝手な勝手に勝手に妄想し始めるけど顔漫んのほかに好きな食べ物えー、そんないっぱいありますよでも顔漫んのほかに好きな食べ物かそれこそラーメンとか油そばも好きでしょあ白米が 好きですあとミートソーススパゲッティが割と結構昔から好きで最近辛いのがちょっと好きになってきたのでペペロンチーノとかもいけるんですけどとんかトンカツトンカツタイ料理ベトナム料理基本好きなんですよカオマンガイガパオライスフォー生春巻き 揚げ春巻き。とか。マヨネーズにさらに、でも,もうむせる。うむせんだよ、百パー。むせながら食べます。でもなんか、私は一口食べる分にマヨネーズかけたりとかもしますね。 リコ,さんリコさん、ミニストップってどう略しますかミップですかミニストですね。ミニスト。あと2文字言えないんですとしても。ミニストです。ミップっていうのかわいいね。なんかちょっと短すぎて。ミニスト行こうよ。リコちゃんもマヨラーですかえっと、とんでもないマヨラーでございます。はい。マヨラーだよ。私、本当に。 えげつない白米とかにきになっちゃかける<笑><笑>本当に本当にさやばいよねマヨネーズに白米かけて猫ちゃん恋愛相談受けてくれるのいや当たり前え結構お話し会でいろんな方の恋愛相談を受けてきましたタイ料理美味しいよね大好きなのなんかいつからかすごい好きになっちゃってほうカンバが好きあ気が合うよね それはジャスミン茶、ね、<laughs> 好きってことは好きそうリコちゃんに会いたすぎて通ーの写真えかわいい早く会おうね冷麺とかにも酢めっちゃかけるのよ本当に今日何で近いのえなんかマスクしてるのに遠いのなんか嫌じゃない <laughs> ただでさえ顔の半分見えないのにさ距離遠く離されても嫌じゃない 近すぎてやだって思ったらいだね。なんかその迫力感じてやだと思ったら全然言ってない。離れます。そしたら私もなんかマスクのマスクの面積なんかマスクがちょっとし白いじゃん。ちょっとなんかなんか,なんか面積なんか面積ブロッコリー何週間よ行きますか。えー、でも ブロッコリーのそばにマヨネーズとりあえず山盛りにぶちまけてつけますね <laughs> 遊びに来てありがとうリコちゃんに憧れて金髪ロングから黒髪バブルえ可かわいいじゃあ私がじゃあ黒髪貫き通し,としますわ普段は何してますか休みの日えっと映画館に行ってるか寝てるかです <laughs> はい、ね、どなとかタワーくれているちょっと待ってコメント絶対に戻るからねえゆりなちゃんゆりなちゃん元気ねえねえゆりなちゃん元気なのありがとうタワー ごめんねなんかこの「ありがとう」がさマスクとかしてて本当に申し訳ないですけれども「ありがとうゆりなちゃん」最近全然ショルーもできてなかったしゆりなちゃん元気かなって感じだったけどメッセージとかクリスだたから元気なのかなとは思ってたんですけど「ありがとうゆりなちゃん」ありがとうね早く会おうねゆりなちゃん大好きだよ。 ありがとう。<laughs> ありがとう早く会いたいね。こちらもなこちらが早く会いたいよね。会おうね。早く会いましょうね。ありがとう。えっとね。 休みの日最近はそう親知らず抜いてからちょっと無理になっちゃったんですけど親知らず抜く前はちょっと走ったりとかなんか暇でストレッチしたりとか家で踊ったりとか <laughs> だけしてますなんかちょっと寒くなってきたマヨネーズの白米かけますよ そうジャスミンちゃんもそろそろ声が聞きたくってと言ったら朝まで電話したねえもっとのろけてよそういうの聞かしてもっと,もっと聞かしてよマヨネーズが苦手なのあでもマヨネーズ苦手な方ね多いのよあのねマヨネーズ苦手な方はね結構出会って3人に1人いる気がする私周りにマヨネーズ苦手みたいな。 近ければ近いほど優しいね近いね近のありありがとうありがとう高校のクラスの同じ趣味の男の子に話しかけることができないのどうしたらいいと思う同じ趣味なんでしょ同じ趣味ならいけますよ話え何々が何々何々君ってこれ 好きなのみたいなこれ「これするの好きなの何とかが趣味なの?」みたいな「私もなんだよね?」みたいなどう <laughs> っていうのが難しいんだよねそうだよねやっほーちょっと何事仕事置ってきましたお疲れ様 ねもう来週お話し会始まりますほんとにさこのねいい加減にさ絶対に晴れてないといいよねこんばんはそう晴れます晴れますマヨネーズとチーズはいつまでたっても絶対に無理え一番好きなんだけどマヨネーズとチーズ えごめんなんかこれ以上お話し会で余ってます 冷たいの？なんなん？<laughs> なんで冷たいの？趣味の話してるのに冷たい人いる？それ好きなの本当にそのこと。こんばんは。こんばんは。二本抜きました。今度二本抜きますまた。そうあそれで四本抜いた。 っていうさ今ショールーム来てくれた方とかさちょっとなんかさっき異常に喋っちゃったのであれなんですけど4本抜く予定だったっていう話はあの抜けなくてあの入院しててくださいっっっことになっちゃったんですよで入院するお休みがなかったのでじゃあもう日本でいいですってなって結構大掛かりではないけど、まあ、まあ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 普通にその切って砕いて縫ってみたいな感じだったので生え方がさ横に生えちゃってて。で こっち側抜いてるんですけどこっち抜けなくてまだ今度抜きますってだからまちょっとまたあの親、ー、<laughs> 知らず期間増えました全然え喋るのは辛くないのよそうそのなんか運動なんかダンスとかの方法がちょっと痛いです そうなのマヨネーズ納豆梅下疲れ栃木の京都料京都料理下疲れうん 全部好きだなでも <laughs> なんか嫌いな食べ物なくて嫌いというかに苦手か食べ物がなくて基本あの食べ物だったら全部食べちゃうんですけどそう食べ,物じゃな食べ物じゃなくても嘘だね。基本ね何でも好き昔は昔もそんなまあでも食わず嫌いみたいな感じだったけど苦手な食べ物ないんですよ。 リリーベ大変ですねリリーベまでにちょっと腫れが治ればいいですけど発売日に腫れてるの結構嫌ですよねえ抜いてないの抜いたよ横向きに生えててちょっとえぐい生え方してたけど全然抜いちゃったマスク可愛いだってありがとう本当にさ のさ、前髪がさ伸びすぎてんのよね。本当に本当に。 横に生えてたのは上の歯は2分ぐらいで抜いたんですけど下の歯は3030 30分20分ぐらいかな20分ぐらいかかりましたこんばんは神経にぶつかるレベルの横そう神経にぶつかるレベルだったりかもえそうなのちょっと待ってなんか向きすごい向きすごい。 これ何かのさお話し会の時多分つけてたかわいいしょこれもハート全部ハートあの骨削ったたって私なんかよりも全然難しそうそれは それはちょっとやばいね痛いね。いやそれもようやくぐるぐるループできるイベントあるの楽しみそうだね。そうだよ楽しみもうすぐだね。リオちゃんありがとう。何かと。 お見送りでみんなご愛知らずそうでもお見送りの時にはさすがにちょっと腫れ収まってると思うよそれまでに私が反対側抜かなければこんばんは20分くらいで抜けるもんえうんえ全然あのね本当に普通に生えてたら2本ぐらいで抜けるんですよ あれだけよ下が横に入ってたから20分もかかったけど本当はでも,もっとかかんないと思うこんばんはこんばんはこんばんはこ初見ですこんばんは,ですこん,ばん,はなんかおなかいてきちゃっただんだんこんばんははじめましてにこっち相談恋愛相談所やってますか え全然いつでも営業してるよいつでもして恋愛相談あらかわいいありがとうえ全然顔落ちつないけどありがとう目かな <laughs> 何かしら冷凍保存して将来抜けた歯に代用できるしいよえちゃうねんリコの親知らずだからの粉々になっちゃったのよその砕いちゃったからあの <laughs> 砕いちゃったから粉々でそのあの 抜けた歯にまあ確かに砕ける可能性はあるね将来こんばんは有栖ありがとうありがとうねくマさんありがとうヤマハスタジアム行かせていただきます22日に行かせていただきます抜けたやつ見ましたよめっちゃ写真撮った ね、でもそうらしいよみんなおやじらとっときこれから抜く人、ね、お腹空いてきちゃっためっちゃどうしよう抜いた後って顔の輪郭変わるのえ変わる方もいるのかなどうだろうあのなんかでも変わることもあるっぽいですよその全てのな何てうの骨がさ骨の形も変わるまで結構時間はかかるから多分かかるだろうけどそのうち変わると思う それ穴開いちゃってんじゃんその抜いた歯のとこがお疲れ様です初見ですこんばんは抜いた歯持ち帰ってない粉々すぎて持ち帰れなかったでもあれです矯正用に抜いた普通の歯の4本は持ってますよめっちゃ健康的な歯のやつ 好きだよだってどうしたの急にカップリングまだですかねえどうですかね <laughs> カップリングまだですかね優しい痛いの痛むとんだけありがとうママご飯持ってきてくれたけどいいやと思って食べ飲みまくってますあいいなゆりぷろ ユーリプロちゃんパワーくれてるありがとうゆりプロ好きっていう気持ちが <laughs> 好きだよだってどうして急にそんなありがとう私も大好きだよ全然会えてないね急に会えてなくなっちゃったからね私は会えてない間に歯を抜いてしまいました でも次会うまでにちゃんとこの顔の腫れを直して自信を持って会えるようになるといいなって思ってるよ急にね好きだよ知ってるよゆりプロが私のこと好きなのは知ってるよいつも好きって言ってくれてありがとうねはやか会おうね大好きありがとう。 会えるの楽しみにしてるねありがとうネタはありがとうリコちゃんかわいい嬉しいええどうしてそんな好きって言ってくれるの酔ってないよね酔ってない笑ってるよ、ね、やばい <laughs> 急にそんなやってくれるからなんだろうと思って。 酔ってるよやばいやばいてるいやばいね酔ってる4やばい酔ってるんかい早くないあの ?7 時半かまあまあか7時半ならまあまあこういう場合もあるよねちょっと待ってケロ 気になっててる人いて今度ご飯行くんですけどどこがいいと思いますか素敵東京でもいいかしら東京でもいいえっと私が全部行ったことあるとこだけどうんと渋谷あの私がインスタにも載っけた行ってるのインスタにも載っけてるんだけど渋谷の。 レガートレガートレガートっていう10階ぐらいにある下に山屋があるんですけど渋谷にあるところはすごい音楽も途中で DJ みたいなのが流れ始めるんですけど音楽もいいしお酒もあるしご飯もとても美味しくて広くて予約したら結構いい席に着けると思います。 あとはお持ち参道にあるイタリアンのバンブーっていうとこがあってそこはバンブーって名前の通りあり竹がいっぱい竹がねすごいいっぱい生えてるイタリアンのレストランなんですけど結構海外の方とかもたくさんいらっしゃってすごく綺麗なちょっと道外れたところにあるのでお表参道だけど割と静かにご飯を食べれるかなって思いますね。 とかかなあとは新宿にあるあのライムライムだっけライムっていう水族館水槽,水槽がいっぱいあるんですけど水槽がいっぱいあるところだと割と半個室みたいなところなんですけどあのいいですよ。 暗くてなんか金顔とか緊張とかするなら見るのがねそ暗いから隠しトラビラみたいになってて入るとき一瞬わかんないんだけど入るとねすごい雰囲気がいい感じですどう？そうそう半個室だからまあ個室ではないけどまあなんか 椅子が背もたれ高くてちょっと仕切られてる感あるみたいな感じね早いよね酔うの酔ったら愛が溢れちゃうかわいい最近はビールとかも飲めるようになりました好きなんだけど付き合ってない人とディズニーはなしありそれは あのの片思いなのかなか両思い感あるけど付き合ってないのかなどうんだろうねありじゃない別にわかんないけどその並んでる時間とかが苦じゃないぐらい話せる人ならありなんじゃないそう水槽があるライム新宿のライムって。 どのバンブー渋谷の何ていうんだろうレガートレガートなのかな調べたら出てくる初見ですリコちゃんマスクあの親知らず抜いて顔が腫れてるんです <laughs> ごめんなさいそう教えてくれてえぜひ何でも言って全然なんかいいことは言えないかもしれないけどなんか参考になればというかみんなが幸せになってほしいから。 みんなが幸せになるために私頑張っちゃうから幸せになってビールね飲めるようになりました飲めるようになったって感じ別に両方一回あるだってえー、えマジでいいじゃんじゃあ行きなよ <laughs> じゃあ行きなよ両方一回あるなら行きなこんばんは 水槽があるところ結構いいよ。親知らずに、ね、痛いです。抜いたときは、おやすり痛くないんだけど、切れてから、三日間ぐらい痛い。そうなん。今度ツインテールしてほしい。伸びたらね、したいんだけど、ちょっと今、まあ。ちょっと微妙な長さなので。 微妙な長さすぎるんですよ。緊張しちゃうよね、怖い,いね、緊張するね。私も今度抜きます怖い。抜き方にもよるけど、私はなんかもう切った切ったりとかしてるんだけど、全然ね分かんないですよ麻酔しちゃえば。そう音だけ聞こえるねドリルとかやってると。で、痛みは大丈夫でした。あの麻酔の軸だけ耐えられれば。 私は麻酔とか多分そんななんか基本採血とかも何も痛み感じないので大丈夫ですだよ10月に抜くのじゃあ私のか先輩だねあつの時には4本抜いてるわ大丈夫んだよ麻酔しちゃえば大丈夫ほんとみんなも大丈夫麻酔しちゃえば大丈夫麻酔だけ痛いよそりゃね 4本抜きお医者さんにから、ね、ダメでした多分藤沢さんの体が耐えられないと思うので2本の方がいいかとって言われて睡眠麻酔なら4本いいですけどって言われたので体の負担がって言われて <laughs> ちょっち切りましたライム調べたけどめちゃくちゃ雰囲気をすぎるえでしょえっちなライムあれですよ あのー、あの消せないか乗っけてないか,のな,いかなんか乗っけたことあなかったっけなかったっけ行ったの乗っけてないかそうじゃんか乗っけてないのかあの二、ー、十歳の誕生日を迎えて。 初めてお酒飲んだのがライムですあの乗っけてるよねバースデーバースデープレートをもらって渚から渚と誕生日過ごしたんですけど斉藤渚ちゃんとそう白のパーカーでボブでさ誕生日プレートもらってるとこがライムです。 ちょっと明るいけどほんとは真っ暗で水槽があってそうあそこですよ渚とあそこで初めて渚と乾杯したそう予約してのっけてるよね誕生日痛み教えてあんた痛み耐えられる 大丈夫お好み焼きで飲みますだってやばいねビールの時はメカブで飲みました <laughs> メカブ食べてビール飲んだこんばんは親知らず抜ける時に抜いちゃった方が家族で行ったとこはレガートです渋谷の。 <laughs> めっちゃのっけてんじゃんニコ <laughs> で岡本太郎記念館に行った時の服装であのー、いちごミルク飲んでるインスタにのっけてるんですけどいちごミルクがあれバンブーです <laughs> お姉さんどうぞ <laughs> めっちゃ行ってんな私もうみんな私が行ったとこに行ってほしいじゃあちょっと髪型、ちょっと前髪なくなるとね 泣けてるよね、そう,渚がそう桃の桃のお酒飲んだところが新宿のライブだったんですけどあの時に初めて渚とお酒飲みました誕生日プレゼントが二十歳になった瞬間出てきてそうもうすぐだね渚誕生日。 カウンターしかない天ぷらで日本酒も一度経験しないとうわお高いんでしょそんなのそんなカウンターしかない天ぷらでも私目の前で天ぷら作ってくれてこうサクくみたいな感じの天ぷら食べてみたい絶対美味しい絶対に美味しいよねまあもうちょっとあの何て言うんだろう大人になったら行きたいですなんかもうなんか まだ,20だからさちょっと23ぐらいでこのちょっと大人な雰囲気を味わいたいみたいなもうちょっとお酒とかにもこう詳しくなったりとかしてあのとかできたらねちょっと行ってみたいけどね。さんにこいうの日本酒とか美味しいと思えない年齢でさそういう。 素敵なところにお邪魔してもさちょっとねあれやんもうとんと7手からきます。 おすすめのピザ屋さんえ気になるああとあとあと一個もう一個ずつおすすめがあるあのね六本木にある何だかなえっと六本木にあるバルコン東京バルコン東京だっけバルコン東京は東京タワーが見えるんですよ でちょっと高いとこにあるのでレストランがだから景色もすごい良かったし雰囲気もとても良かったです六本木のバルコン東京も良かった気がするみんなに全部みんなに全部勧めてみんなの,あのデートに使ってだから私みんなのデートとかに。 みんなのデートとかに遭遇する可能性があるってことなのそれもそれで楽しみだけど確かに初デートか どう初デート初デートかマックとかどう <laughs> なんか逆にさ着飾ってない感じでさ行くっていうのどうサイゼとかでも多分女の子側からするとさあのー、やっぱ バーガーでめっちゃ口大きく開けるとかラーメンめっちゃすすってるとか初デートのさあれでさ <laughs> どうなんだろうねそ苦手な子もいるんじゃない何回か行ってんのかご飯基本的に居酒屋かじゃあ居酒屋取りキとか トリキーどうトリキー安いしさこう周りが結構話し声聞こえるからこそ沈黙にならなさそうじゃないでも待ってお腹空いてきたそういうこと言うとドライブ夜行ったくだってえー、なんで曲何流すの曲どうすんの曲曲はさそ,そう彼女の彼女じゃないけど なんか洗濯とか流すの。自分のせん、自分のあれで流すのかな。すごい。ザーの一択だべうわー、おお、いいじゃん。居酒屋なら半個室系の居酒屋の方が好き。だってよ、半個室、居酒屋って調べて。ティックトックで調べたら、めっちゃ出てくる。 おしゃれなところむずいよねおしゃれってさなんかむずくないおしゃれそのどういう基準のおしゃれか分かんないじゃんどこ,ど,こどこまで行ったらおしゃれな居酒屋なのやっぱそういうとこ一緒に探したらここここ行きたいと思ってるんだけどどうかなここもどうかなみたいな。 やっぱおお互いさ意見出し合おうそ片方だけにさ「任せる人はよくないよ」友達でもそう「任せるよ」とか「決め,決めてほしい」とか「決めちゃって」とかさ友達と遊ぶ時にさ言われたらさなんか嫌じゃない「え一緒に遊ぶのにこっちで一人で決めちゃっていいの?」みたいな「決めちゃうの?」「一緒に決めるのが楽しいじゃん」私だから仲のいい友達みんななんか。 その自分で行きたいとこ自分で行きたいとことかが結構はっきりしてるような子が多いからなんか例えば渚とかお互いここ行きたいここ行きたいがちゃんとあって送りあってだからなんかどっちかだけに任せるとかじゃないからいいと思うんですけどね <laughs>。めっちゃ めっちゃみんなのデートに積極的に考えてる <laughs> そうね友達とかだとねそうだよね足しびれてきちゃった おまんは8時前に終わりますねたっちゃんありがとうありがとうねくまさんいや星座っていうかあぐら書いてるんですけどしびれてきちゃいました結婚式場の段取りも二人で話した方がいいらしい え、どうなの結婚こんな感じでされた方とかは話したの割り勘なら高いとかやめた方がいいお金出したくないって思う人もいるからねお金出したくないっていうのはどういうことなのどういうことなの割り勘えどういうことお金出したくないってどういうこと食べたのに <laughs> 自分食べたのにお金出したくないのいいなあしねしゃぶしゃぶずるい。 シャブシャブする最近しゃぶしゃぶ結構好きハマってるしゃぶしゃぶいいな親知らず配信楽しかったですでもとりあえずちょっとみんなにあのなんか結構何だ「大丈夫ですか?」みたいな来てたんですよ「油知ばおやしらずのいつ食べれるんですか?」みたいな来ててあの一応見た目だけちょっと腫れてるんですけどご飯も食べれるしそう3日間ぐらいは 無理だったんですけどご飯も食べれるようになったしちゃんと喋れるようにもなったんですけどちょっと腫れてますっていうことだけ伝えたかったんですよねみんなに。やばい,に知られるやばいね,やばいねそれやばい隠していこう絶対に。 あでも楽しかったなんかこうやってみんなにいろいろお話できて <laughs> ありがとうたくさん心配してくれてでとりあえずいつマスク配信がなくなるかっていう感じなんですけど早く直す直すっていうかまあ腫れがこれ以上ヒートアップしないように安静にしておりますでもうちょっと無理なんだけどリハとかやっぱしちゃうしそう無理なんだけど 急なスクショタイム 大宮はさすがにねキアティアさんありがとうありがとうそうなんですよありがとね壇上読んでもいいですか 13位にぎさん12位ず11位りおち10位お肉さん9位コンコン8位ありさん7位けつゥさん6位よしヤすさん5位やがみのりさん4位たちゃん3位ジャスミンちゃん2位ゆいなちゃん1位よりプロありがとうありがとうねゆいなちゃんとよりプロ、タワーありがとうコロロンもくれたよね最初に頑張ったのやつありがとう ありがとねごめんなくちょっと早い時間に配信したけどありがとう見てくれてまたちょっとマシになってることを願ってます次の配信までにありがとうバイバーイ見てくれてありがとねバイバーイ